で、今背中さらしてもらって、ここを、ここを、はい、ここ、ここ、あとここ、はい、ここ、ここ、この辺が硬いです。で、この辺がね、どうなってるかって言ったら、冷凍庫の中に入ってお肉みたいな感じになってるんですね、はい、でそれを今からね取っていきますけれども、はい、まずはじめにね骨をずり取ってあげた方がいいので、はい、ちょっとそれをしっかり取っていきますね。でこっち側を下にして横向いて休んでください。ちょっと下に下がってもらってね、はいはい、そう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 、ね、横向きで休んでくださいね、はいはいはい、今骨のずりをちょっと取っていきますからね、はいはい、足曲げますね、腕かけますね、はい、腕かけますね、よいしょ、ごめんなさい、これでね、ぐーっとひねってもらってね、そうそう、だらーんとしてもらって、はい、いい音鳴ったねまあこれだけずれられてたんですね、はい、で、この反対側行きましょうか、めっちゃいい音鳴った、いや、多分ずれてるのは分かってるんですけどなかなか直せないですから、そうですね、はい、で腕を返しますよ、よいしょ、これでぐーっとひねって、そうするとならんでしょ、おー、ええ音鳴った、で、一遍ね、足を下ろして座ってください、こっち側、足を下ろして座りましょう、そうそうそう、ね、ここで腕組んで休みましょう、あ、腕組みましょう、こんな感じで、はい、そうそう、丸くなってもらって、そのままお仕事をしていきます、そうそう、もうちょっと立って、大丈夫ですか、はい、これが背中がずれてたということですね、では、で、こう右向き、後ろ、今度左側向きましょう、そう、いい音だったね、はい、はい、で、こうすると痛くないね、はい、はい、以上でございます、終わり、ありがとうございました。